文化系トーク YouTube グランパンパースです。仕事が終わりまして、ラジオを聞きました。ラジコプレミアムで聞きました。はい、あのですね、レオくんが単独でラジオにゲスト出演をしたんですね。そちらの方がですね、あの BSN ラジオというところ、新潟県のラジオ局ですね。こちらの4畳半スタジオでいいのかな、こちらの方にあの出ました。で、遠藤真理さんという方がパーソナリティだったわけですけれども、13時30分ぐらいから出てましたかね。あ、13時30分といってもラジコで後で聞く場合はね、あのまあ時間とかは関係ないので、まあ、大体30分ぐらいねずらしてっていう形で聞けばよいのかなっていう形になりますかね。で、レオくんがここにリモート出演でしたが、もちろん呼ばれた理由っていうのがズバリ遠藤真理さんがあの好きだからっていうことでした。すごいですね。あのこういう感じであのね呼んでくれるというのはありがたいことでございました。で、ちょうどレオくんが電話でねあの出演したわけですが、でもあのラジオでね電話出演っていうのは本当にラジオっぽいなと思っていいなっていうふうに思うし、ラジオだとそういうふうに出演することもできるっていうのもあるから、今後もそういうのがあったら楽しみなんですけど、なんだかリハーサルの合間でね出演をしたという形でレオくんが言っていました。で、お昼ご飯を食べていたっていう話のところもありましてね、うん、でそここのところで、で遠藤真理さんが結構ガチファンみたいで、あの MV とかの再生回数のことも知っていたし、あの Hulu の方で特別編で上がった動画も見ていたし、あと私もディレクターも箱推しだっていう風に言ってたので、ディレクターさんとあの遠藤真理さんが、まあ、箱推しだっていう形のようでございますね。あのすごいなっていう風に思います。で、あのどうやらあのレオの父方の祖父が新潟の出身だというところの話がありまして、遠藤真理さんもベスティーだっていうのはもう間違いないなんて聞いてもらったらわかるんですけれども、あの新潟出身っていうか祖父が新潟出身っていうところの反応は結構ね、そのパーソナリティっていうところの部分もありつつで、結構ガチで喜んでる感じが見え隠れしまして、よかったですね。あのでも本当にファンなんだろうなっていうのがありまして、ちゃんとアナウンサーとしてのパーソナリティとしての仕事はしているけど、結構話すことがどんどん出てくるような感じに見えましてね、まあ素晴らしいなと思いました。ファンがね語るっていうところ、まあもちろんプロとしてのところもありつつでね、そういう感じですね。どうやらそのレオに頑張れて言ってくれたのは母方の祖父っていう話で、まあ、ザ・ファーストでね有名な話ですけど、新潟の出身の方は父方の祖父という話でございました。はい、そういうことですね。で、レオくんね本当に一人で出演だけど、声も良いし話の組み立てもうまいし、いやすごいなって思いました。実際まだプレデビュー状態だけど、そういう風にラジオに出てもねそういう対応ができるっていう、まあ、レオくんだからっていうところもあるのかなっていう、まあ遠藤さんのね話の引き出し方もうまかったしっていうのも、まあラジオパーソナリティというのはそういうものですからね、それは素晴らしいなっていうことですけども、最終審査でレオくん名前呼ばれ、綺麗な涙流していましたねっていうね、あんな綺麗で美しい涙俳優さんでも流せませんみたいな、そういう言葉が遠藤さんからありまして、いい言葉だなって思いました。綺麗で美しい涙俳優さんでも流せないっていうね、うん、本当に箱推しなんだなっていうふうに思います。そしてこの遠藤真理さんはあの新潟県の CM の新潟日報というのがあるんですけれども、あのそちらの方で遠藤真理のなんとかなるっていうコーナーで、その実際ベスティというか BE:FIRST とか BE:FIRST のことを、ザ・ファーストのことをあの書いていたぐらいに、結構本当にあの加工しのベスティなんだなっていうところがあります。まあ、新聞をね載せるっていうのができないのでね、あのちょっとだけ抜粋で読ませてもらいますけど、ハマるといえば小学生の頃に友達のセーターの色とりどりの毛玉収集にハマり、それらがいっぱい詰まった箱を開けてニヤニヤしていたこととかね、そういうぐらいしか記憶にないのですが、最近珍しくこれはハマったと言えるものに出会いました。それは某局で放映されているボーイズグループ発掘オーディションザ・ファーストですみたいな感じですね。新聞の自分のコラムで語るぐらいだから相当ですよね。多分レオくん以外も今後また呼んでくれるんじゃないかなっていう気がちょっとしていますよ。そんないろいろね楽しい感じのラジオだったので、あのラジコプレミアム、あるいは新潟県のラジオ聞ける方はラジコでそのままアーカイブでね、あの過去放送で聞くこともできますけど、まああのあれですね、聞きたい方はぜひあのラジコプレミアムでっていう形ですね。まあ、新潟のラジオ聞けない地域の方は、私もそうですけどね。で、まあタイトルというかサムネにずっと語ってますが、ちょっと心配なことも一個ありましてっていうのがあって、まあ、先ほどねあのリハの合間で電話出演でお昼ご飯を食べてたっていうところだったんだけど、あのホットドッグを食べて、ホットドッグだけを食べたっていうね、レオくんが。で、それでなんかお腹いっぱいになってたっていう話、なんかそれでレオくんがなんかあの
朝食になってきてみたいな感じのこと言ってて、年のせいなのかとか言ってましたが、いやいやいやっていうね、間もなく23歳の誕生日迎えますけど、22歳なんて食べ盛りだし、正直ちょっとホットドッグ1個でお腹いっぱいになるっていう状況っていうのはストレスなのか何なのか、ちょっとぶっちゃけた話心配ではあります。まあ、りょうくんは特にね、あの BE:FIRST の中でも、まあ、気遣い屋さんだったりもするし、人一倍気を使っている人だというふうにも思うんですよね。で、やっぱりこんだけね、これだけ注目をされてしまうと嬉しいっていうのもあるでしょうけど、プレッシャーっていうのも絶対にあるはずで、でレオくんが優しい人だっていうのは私たちはもちろん知っているわけだし、他の6人をね、やっぱり陰で支えるっていう形のことっていうのはなかなか大変だろうなっていうふうに思うので、食欲がね、戻ればなっていうふうに思うし、小食になったってことはもともと小食っていうタイプではないわけですからね。20のね、ミーヒちゃんがご飯食べらんなくなってたっていうところで、JY パークさんがご飯食べてねって言ったのがすごい思い出されちゃったりとかして、結構それが心配だったりはします。JY パークさんというか JYPE は本来結構本当に痩せている人を取りやすい事務所だっていうところもあるそうでして、だから JY パークさんがご飯食べてねって言ったってことは相当なことだったっぽいんですよね。だからそれもあるけど、まあ、今回ミーヒンちゃんの話は関係ないですけど、レオくんもちょっと心配ではあるとね、本当にご飯食べてほしいなっていうふうに私は思いました。普通に考えて自分が22歳の頃とか思い出してみても、絶対にランチでホットドッグ1個じゃお腹いっぱいになりませんし、そもそもリハーサルの最中だって話もしてたし、運動量半端ないはずだからね、そこちょっと本当に心配だったりはします。ぜひなんか美味しいものを食べてほしいなと思っています。りょうくんの大好物が分かれば送ってあげたいぐらいだけど、まあでも食べ物を送ったりというのは多分 NG ですよね。はい、そしてTCY レイディオ、TCY ラジオのBE:FIRST の特集が 2週連続になってたわけですが、ちょっと2週目のところのことを言及することをちょっと忘れていたというか、教育が多かったのでね、ついつい後回しになってしまったんですが、それもアーカイブで聞くことができますね。で、こちらの TCY ラジオの方は、ラジコプレミアムではない形で、TCY ラジオの方でアーカイブで聞くことができますということで、そちらの方は、まあ、1時間半の番組だったかな。そちらの方なので、58分ぐらいからBE:FIRST の話がね出てました。DJ タクさんが話してくれてました。で、基本的には曲をいっぱい流してくれてて、そこにBE:FIRST のみんなのコメントが入るっていうね、とってもねおしゃれな感じのラジオでございました。で、コメントとかも流れたりもしていたから、それはね、アーカイブを見てもね、聞くことは見ることはできるしというものあって、その TCY ラジオの方もぜひ聞いてもらえればって思います。こちらはラジコプレミアムじゃなくても聞くことができます。で、タクさんのシャイニングワンの話ですけど、まあ、作ったのがタクさんですからね、もう知ってる人も多いかもしれませんけれども、確認っていうのもありまして、タクさんのシャイニングワン、こちらも要するにザ・ファーストの課題曲の一つであって、まあ、早めに作って、早めにスカイハイさんに渡していたっていうことだったと。で、どう使われるかは分かんなかったっていうのは、スカイハイさんのインタビューでも言ってたし、タクさんも言ってましたけど、これが結果、プレデビュー曲っていう形に選ばれて、すごいタクさんも嬉しかったって話であると。で、こんだけ盛り上がっているしね、っていうのもある。で、そこに関して、で、タクさんも、まずこの日本を BE:FIRST が面白くしてくれるっていう、で、そこから世界にどんどん羽ばたいていくっていう話で、で、タクさん本人も、僕も出れるところがあれば、どんどん出ていって、そういう手助けみたいなことしたいみたいなことも言ってました。いや、優しいなって思いますね。いや、なんか M フローは昔あんまり好きじゃなかったからさ、こういう感じの人だったんだなって思うとね。でもなんか、やっぱり、世代的にも M フローを結構がっつり聞いてた方っていうのも多いみたいで、そのことはね、ありますけどもね。私も若い頃からまあまあヒップホップは好きでしたけどもね、その当時はいろいろありましてね、どっちかっていうとやんちゃ系のヒップホップの方が好きだったんですよ。今はね、両方とも好きなんですけどもね。まあ、やんちゃ系のヒップホップといえば愛知県のね、ちょっとフェスの話もありまして、あれって思っちゃったりもしたけれどもって、この話は関係ないですね。そんなわけで、新潟の方のラジオと、それが TCY ラジオね、こちら聞いてもらえればというふうに思いますね。で、この動画上がる時間がどのぐらいかは分かりませんが、レコメンがね、まあこれ撮ってるのが9月6日なので、レコメンが3日連続で文化放送で聞けますっていうところであるというところです。はい。で、まあそのレオくんにはね、ホットドッグ以外にもいろんなものを食べてほしいなっていうふうに
に思うし、なんだったらね、おっさんだからいろいろ気になっちゃうんだけど、ホットドッグはあんまり栄養がないので、栄養のあるものをね食べてほしいなっていうふうに思ったりはします。まあまあでもね、自分もあの肉体労働なんで結構仕事が疲れちゃうことっていうのはあって、この間34度の日にね、あの4時間ぐらい外にいてね、熱中症寸前になったこともあったけど、その時はご飯食べれた時も、まあ、結局あのウィダインゼリーだけでお腹いっぱいになっちゃったりはしたので、まあだから体調とかにもよるので、まあもしかしたらそんなに心配ない可能性もあるけれども、ただねちょっとやっぱりご飯食べられなくなっちゃうと心配ではあるので、あの食べられる時は本当に食べてほしいし、あのねザ・ファーストで見てた時のようなバーベキューみたいな感じのもね、ぜひぜひ食べてほしいなっていうふうに思いますよ。バーベキュー肉食いたくなってきたな。はい。まあだいぶ供給が増えてきてね、大変ですけれども、まあ皆さんもね、ぜひ無理のない感じで供給とかは見る感じ、聞く感じにしてもらって、雑誌にしても、テレビにしても、ラジオにしても、YouTube にしてもね、そうそう。まあ、あの、そういう感じだと思います。私もね、あの、無理のない感じで、あの、供給を見るようにはしてますが、まあやっぱ楽しいっちゃ楽しいんでね、本当にね。むしろなんかこんな気持ち初めてだっていう感じだったり、今、シャイニングワード歌詞だったな、本当。皆さんもそう思ってらっしゃる人多いんじゃないかなっていう、シャイニングワンの歌詞って本当に私たちにも刺さりますよね。うん、そう思いました。はいはい、でよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。